はい、えー、こんばんは、えー、カツさんです。で、えっと、明日、年前にね、まあ、ラストなんで、チケットは取ってあって、まあ、行くんだけど、うん。で、えっと、体調の方は問題ないので、うん。で、まあ、そこで一つ問題というか、まあ、それがあるとすれば、何なのかっていうと、まあ、明日の天気、 なんだけどでえで、で、えっと、午前中というかそこ、で、えっと、16時ぐらいまでは大丈夫なんだけど、な、17時からちょっと、ま、天気が悪いというか、で、降水確率が何パーだったかなえ、えっと、50%とかなんか、そういった感じ。 うん、そういう感じですね。うん。うん。まあ、できれば明日行っていろんなイベントを見て、というか、だったんだけど、一番の、まあ、メインイベントみたいな風に思ってんのは、こちら。うん。まあ、18時半からの、で、えっと、太鼓とか、あと、盆踊り。ね。 あとは、まあ、まあ、まあ、えっと、花火ね。なんだけど、ちょっと、まあ、天気の方というか、まあ、こう見ると、こういう状態で、降水確率が、まあ、ネットで見たけど50、50%っていう。<laughs> ちょっとこれは、うーん、っていう。なので、まあ、そうだね。 まあ一応動画と写真は撮って、まあ上げるつもりなんだけどもしかしたら夜の部分がなかったらばまあまあ、ま、えっと天気の状態がこういう状態なので途中で帰っちゃったってそう思っていただければとまあ思いますねうん、うん、まあなんだろうまあ体の都合っていうか <laughs> そういうのもあってまあ雨降って って塗てられても別にいいんだけどちょっと滑ったりとかっていうと、うん、まあ、まあ、滑って転んじゃった後がちょっと体調的にというか、まあ危ないなって、うん。まあそういうこともあって、普段から雨降ってる日はあんまり出ないようにとかやっているので、もしかしたらちょっと、まあこの時間って、 体、17時とか見て、ちょっと天気見て危なそうだなと思ったら、自宅に帰ってっていう形になると思います。まあ、実際どうなるかわかんないんだけど、降水確率が50%なので、うん。まあ。で、花火20時から、うーん。どうなんだろう。実際、どうなるかわかんないけど、 うん。ねっていう。感じですね。うん。まあ今日はこういった感じ。できればいろんなイベントとか、とは思ったんだけど、一応明日の予定とか組んでみたんだけど、どうやって過ごそうかみたいな。まあ。 ちょっと画面戻ってみるけど。まあ、一応明日の過ごし方みたいなところちょっとこれはカットするね。ちょっとこれはカットした方がいいね。カットする。カットっていうかモザイク処理でいいかな。うん。まあ私以外の人っていうか映ってると、まあ著作権っていうか肖像権の問題になるので。うん。 ネット回線が重たくてつながらないうんここもモザイクかけないとダメだね、うん、ネットがなんかつながらないっすねうんこれでつながるかなつながった かなどうだうんつながったで明日は行ったらばで,でえっとカルーセルエルゾラド乗ってであと他は乗れるかどうか分かんないのでまあ、子供の森行ったりとかまあ、模型列車を乗りたかったりとかまあいっぱいあるけどまあ難しいので 厳選して、まあ一番空いてるものだけ乗ってとかですね。うん。あとは、まあ、この前行った月で、この前行って忘れたところがあって、えっと、どこだったっけ。あと行っておきたいところがあって、乗り物じゃなくて、えっと、で、えっと、昆虫館。 ここ行きます。うん。ここ行って中見て、まあ動画はと、動画はこの前っていうか、まあ、え、まあ結構前に出した動画見ていただければいいけど、なんか撮影の仕方っていうかなんかそれで <laughs>、なんかうまいこと撮れないと思うけど、まあこういうのも撮って記録したいと思います。あと他は何だろう。 他は、えー、っと、触れ合いペットガーデンですね。ここも、ここは行くけど、動画撮れるかどうかわかんないので、まあ、とりあえずい、とりあえず行くっていうか、うん、そういった感じに、えー、なります。まあ、まあ、最終日なんで、 まあ見たいところ見て記録っていうか撮って、で、それでまあ、ねっていう形かな。まあ夜の天気がね、まあ正直わかんないので。まあ当日っていうか、当日って明日なんだけど。まあそれと、なんだろう。で、えっと動画撮ったりとかするときで、えっとこの前の時かな。 で、えっと、画面が斜めになって、ちょっとな、ちょっと傾いてる感じはしてて、自分でも、なんだこれと思って。そしたら、ちょっと、ちょっと機材トラブルみたいな感じになってて、今日確認したんだけど、やっぱり良くなかったっていう。うん、まあ、例えば昨日であれば、まあ、別のものを買ってとか、やってしのげるんだけど、<laughs> まあ、まあ今日っていうか、ついさっきな、ついさっき分かったんで、 ちょっともしかしたら画面が斜めになった状態で映ってるかもしれない。まあそこはそれで、まあっていう。うん。まあ一応後で初期化とかやってできることやってみて、それで大丈夫かどうか確認しますっていう。うん。まあ今日はえこういう、まあ、で、えっと、明日こうやって過ごすみたいな。 そういうお話になります。まあ、できれば動画出したかったんだけど、まあ、まあ今日は豊島園ちょっと行ってきて、豊島行ってって豊島園の中に入ったんじゃなくて、まあ木場の会のところでグッズ販売とかあったんで、まああったっていうかやっているんで、でもちょっと混んでたんで、まあ帰ってきたっていう、うん、まあ、まあ明日でねっていうところで、 まあ、グッズも残っていれば、都市前は、まあ、開けらんなくなっちゃうけど、まあ、何らかの形というか、まあ、例えば、都市前の近くの温泉というか、そこで販売とかね、やってくれればいいかなって思います。うん。まあ、ネット販売みたいなお話が出てたんだけど、とえっと、都市前の方じゃなくて、うん。で、え、え 豊島園じゃなくて、えっと、都議会議員の方、まあ、忙しいので、まあ、なかなか、まあ、進められなかったっていうのもあるのかもしれないですね。うん。まあ、そうですね。まあ、明日行って、まあ、楽しんできますっていう。まあ、まあ、まあ、その後、動画、投稿はこの前言ったような形にしていきたいのと、 やっぱり、まあ、自分の考えっていうか、ちょっと出していきたいものがあったりとかするので、まあ、まあ、年前についてっていうか、うん、まあ、それは、動画にするかどうか、動画っていうか、結局今みたいになんか自分で喋ってるだけのものになるのかもしれないけど、ちょっと思うことっていうのがあって <laughs>、まあね、まあ、例えばツイッターとか、 ってみると、って言うけど、ぶっちゃけちゃって言うけど、多分今頃、今今頃っては急に出されたもんで、なんか動いても難しいかなって思うんだけどね。でも何もしないよりかは、まあ、しかなって思うので、うん。 まあできれば話し合いっていうかなんかそれに申し込んだ人は9月の何,何日結構頭っていうかであってなんかそこでねでき、まあ話し合いでまあ平和的に終わってくれればいいんだけどねでも話って言っても結局どうなるのかっていうとまあ結論ありきの話だと、まあ、は私は思っているので最初からこうなるっていうのは,は出来上がってる状態で だから、そういうのはあんま意味ないかなって思って。だから申し込んでないっていう。そういうのも。でもね、そうまあちょっと話すと疑問なのは、まあ普通に都議会議員の人とか区議会議員の人が全く知らないっていうのは、それはどうかなって思うよっていう。まあだって東京都の、まあ問題というか、東京都の、東京都の,せ東京都,の都市整備計画 なはず、なのに、議員さんが全く知らないっていうのは、ちょっと疑問だって思いました。<laughs> 最後でちょっと、ちょっと毒入っちゃったけど。では、これで終わります。それじゃ、またね。バイバイ。